中国語の食材面白いさ。大家早安。今天呢，我们要给文丹一个任务。我们文丹最近就一直在看 NHK 学中文啊。我想说，他如果每个礼拜都这样子好好乖乖的学的话，他的中文能力应该已经进步不少了吧？まあ少しね。为了检测我们文丹的中文实力，今天呢就要给他一个任务，就是等等，我要给文丹中文的食材名称，让文丹去买菜。那有一首。那给大家看一下我出的题目，我出的题目有高丽菜、红萝卜两根。马铃薯两个，洋葱两个，猪肉跟蒟蒻丝。日本人一定看得懂的那个就是猪肉，但是其他就不知道文章到底懂不懂了。Q 的 mission。哦，我下手みたいです。今天呢，就是测试你的中文能力的时候了，文章有没有信心？文章。那。哈哈哈哈哈。参加者の気持ちを持って頑張ろう。Let's go。差不多少。私何も言えないから、Yes No とか言えないから。加油加油。谢谢。现在文章已经去超市买了。其实这次我写的菜单，我是想要做尼克加嘎，就是马铃薯炖肉。可是不知道文章会买什么东西回来。等到他买回来之后呢，我们是想说用他买的食材做料理试试看。也是我第一次这样子跟他讲中文，让他去买东西，不知道他会买什么东西回来。希望文章的中文已经进步很多了，可以让他完完整整的买到我的尼克加嘎的食材回来。頑張っていきます。なんか読めないのあるんだよな。いや、いけるかな。分かるものからいきます。まず5番は多分豚肉だと思うんで、豚肉いきたいと思います。みんなマスクしてる。豚肉 200g、 多分豚肉だと思うんで、これは大丈夫だと思います。これでいいか。あ、でもちょっと色悪いな。あ、こっちの方が色良さそうなんで、こっちにします。続いては多分4番は玉ねぎだと思うんで、玉ねぎ2個買いたいと思います。今んとこ順調だ。玉ねぎ2個。うん、1番白菜かなと思うんで、白菜のちっちゃいのちょっと買いたいと思います。これわからないな。馬鈴ってなんだ。あ、ちくわや。美味しそう。いや、馬の鈴ちょっと飛ばそう。6番多分ぶどうだと思うんだよな。このあの感じ、多分デザートのぶどうでしょう。2番は赤いって字があるんで、多分人参2つじゃないかなと思うんで、人参買いたいと思います。魚いる。魚。いや、でも馬の鈴ピーマン説あるな。鈴とピーマン似てる気がする。考えてもしょうがない。これはピーマン2個買おう。これ買っても最終的に何作られるのか想像できてないです。只看这样子的话，感觉买对的东西还蛮多的。本当？嗯。我ちょっとね自信あるんだよ。那全部有6个，你觉得你对几个？馬の鈴がねちょっとね自信なかったんで、だから5個かな。那我们一个一个来对对看。第一个是高丽菜。高丽菜は白菜。错，白菜の中国語は白菜。そのままなんだ。白なら。いきなり間違った？高丽菜というのがキャベツ。キャベツ。うん。あ、一番高い綺麗な葉っぱっぽいじゃん。俺結構白菜好きだからさ、白菜結構綺麗じゃん。白菜でいいんじゃねえかなと。でしかもちっちゃいので OK みたいな。だから少量もあるから少量でいいかなみたいな。但是キャベツだね。美味しかったな。那第二个是红萝卜。萝卜はもう人参でしょ。赤いちょっとよくわかんない感じ。二つの根っこって書いてあるから人参かなと思って。人参は合ってます。文丹版以为是红玉。個数とかでちょっと推理しました。でも何も書いてないやつは多分パッケージに入ってんだろうなと思って。3番目、馬鈴薯。なんか鈴っぽいのを選んだんですよ。ピーマンかなと思って。ピーマン買いました。馬の鈴。ふふー。馬の鈴はじゃがいも。あ、じゃがいも？じゃがいも。ウイスも。我也不知道。ふーちゃんが買ったピーマンは中国語は青塩って書く。青い空と胡椒の椒。チンジャオロースのチンジャオ。对。あ、確かに確かに。好、洋葱。玉ねぎでしょ。当てましたね。これ見た瞬間なんか玉ねぎって分かったよ。日本じゃないネギっぽいから名前が。で玉ねぎをちょっと連想しました。好厉害。接下来第五个是猪肉。猪肉は豚肉200g。当てました。最初ちょっとイノシシの肉って一瞬思ったけど。あ、对、就是日本的那个猪肉的猪，他们是写豚。我们中文用的这个猪，在日本人的日文里面是野猪的意思。なんかイノシシかなと思ったけど、さすがにイノシシの肉使わないよなと思って豚肉を選びました。对，猪。猪。猪肉。猪肉。对对，猪肉。接下来下一个は蒟蒻丝。蒟蒻丝は糸こんにゃく。正解です。わあ、これ嬉しい。これすごかった。やね。
ね、これ最初ブドウかと思ったんですよ。なんかこんにゃく畑っていう商品名があるんですけど、こんにゃく畑のブドウの味をちょっと思い浮かべたんですよ。漢字が似てるなって途中で気づいて、それで最後に見るとなんか糸2個書いてあるんです。確かに、あ、糸かと思って、おおと思って、うん、ブドウやめて糸こんにゃく買いました。だからそうじゃん、最厉害だ。謎解いたみたいな感じでちょっと嬉しかった。正解率結構高いよ、6分の4、3分の2ね。びっくりした、本当に。いやでも一番ちょっと失敗したのはちょっとショックだな、ガオリーさんって。太可惜了。好，那我们现在就要用文章买的食材做料理。これ何作ろうかな。肉野菜炒め。ふーちゃん作れる？作れます。那你交给文章做，一緒に頑張ろう。レッツゴー。ふーちゃんが皮むいてくれたんで、人参切っていきたいと思います。これもっと早めにできる。いか。びっくりした、殺人者みたいな顔しとるよ。これが本当にルーの食卓のルーちゃんなの。ほらさっきのルーちゃん。あいよー、細すぎる。適当でいいよ、美味しいなら何でもいいよ。大家看一下文章的手的色差有多严重，因为他上班的时候都会露出手掌这边，他的手臂这边是不会露出来的，所以他就只有手掌晒黑。接下来切青椒。さっきなんかこのせ。ふーちゃん今から玉ねぎを切ってくれるそうなので取ってみます。イエーイ、これがルーの食卓の裏側ですね。皆さんサブチャンネルみんな登録よろしくお願いします。ありがとうね。好，不知不觉我们食材都已经切好了，今天拿去炒。其实也不知道味道会怎么样哎。妈妈，焼き肉のタレ入れたら何でも美味しくなるから。我们叫这个吃烤肉专用酱，应该只要加这个就会好吃啊。所以我们两个其实也没有到很担心。文章的食卡。哈哈哈。我们家厨房东西放哪里，文章都不知道，只有我比较知道。焼きすぎるとね、硬くなっちゃうから、ちょっとそこは難しいよね。人参入りました。玉ねぎも入れていいかもしれない。ああ別々で焼いてもよかったかな。ピーマン入ります。はい、入ります。我们还是决定先把肉拿出来再重新炒一次菜。なんかいい匂いになってきた。我们文章的特技就是转那个锅盖，我没办法耶，我没办法像他那样翻，好厉害哦。いやめっちゃいい匂いマジで。ちょっと味をつけるためにちょっとだけ投入します。あ、美味しそう。入れすぎちゃうと焦げちゃうんで、ちょっと火弱めてあと1分間。ドーン。よし。わあ、いい感じに野菜たちも。没想到意外的，好像还蛮可以的。よし、そしたら焼肉のタレを弱火で。はい。来移到这个盘子这里。美味しそう。ね。这是我们文丹买的食材。玉ねぎもほぼ消えてる感じかな。好像那种中华料理店会卖的东西。完成です。熱い。すみません。这一道料理的名称是。野菜炒めです。食べてみよう。超うま。好成功哦，吓死我！我本来以为会不太好吃哎。みんな簡単に作れる。嗯，因为我没有做过野菜炒め，而且我觉得这种东西很看调味料。我想说，我们家调味料就是只有最基本的味淋跟酱油，很担心不好吃，忘记我们家还有烤肉的酱料。焼肉ソースが有能かがわかるよね。私も晩ご飯作るときにこういう野菜炒め入れた方がいいかもね。人間嫌いなんだけどこれなら食べれる。成功したね。ね、美味しいね。びっくりした。自分でもちょっと驚いてるわ。ここまで美味しく。一开始切菜的时候，我们两个想说会不会吃不完，因为感觉量还蛮多的。本来想说如果吃不完的话就把它放冰箱，结果完全不会了。但看文章买回来那些东西的时候，我还想说怎么办？果然没有不好吃的东西，只有会不会料理的人。料理はイメージ。完食。完食しました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。谢谢文章。いや今回ルーちゃんに初めての中国語でのお使いをしてもらったんですけど、意外に難しいですね。なんか豚肉がイノシシの肉って書いてたりとか、本当に馬の鈴っていうのは本当に分かんなくって、本当に馬の鈴をイメージしたんですよ。鈴、まあ、こんぐらいかなと思って近くにあったピーマンを見て、あ、ピーマンかみたいな。就有时候另外一半是不同国家的人嘛，那个语言跟文化都不同，有时候虽然会觉得有一点点寂寞，可是在这种时候又觉得很好玩。我们看一样的东西，可是它是有完全不一样的方法去看，因为我也没想到马铃薯竟然会用马铃铛去想象。马铃薯。对。馬の鈴がなんでジャガイモなのか未だにわからない。私もわからない。ありがとうルちゃん。
じゃあ今日食材使った料理もとても美味しかったんで、皆さんもぜひ試してみてください。好，那我们就下次影片再见，大家拜拜，再见。拜拜。拜拜。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。